皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。新潮勇者の1話です。前に生配信で撮っていたものなんですけれども、皆さんは新潮勇者ぜひ見たいっていうことなので、特別にアップいたしました。面白かったら、その続きの生配信で撮っていた新潮勇者の2とか3とかをも、続行して、あげたいと思っておりますが、皆さんその気持ちについてコメントの方でぜひ教えてください。では入ります。Go。 まあ今のシャーロックはちょっと女子向きかなとは思えると思うんだけど、シャーロック・ホームズってなんか最近結構女子向けのイメージがあるんだよ。さあ、すごい神女神の皆様、エスクラス、リスタルティ、何これ、これをどういうことだ。上位女神になるように頑張るんかい。ん、何があった、アクア様みたいなやつかな。100年前ね。これまでに5回地上から勇者を召喚しては困窮する世界を救ってきた。はい、5回もやったんだね。というのはベテランの神々に比べると、どんだけやるんかよ。彼ら彼女らは平均で数十回、多いものだと数十回地上世界を救っているのだ。すげえな。ちなみにランド S とは、ランド S とはどんだけやばい世界かよ。お前ジョイ女神になりなさいよ。ちゃんと頑張れや、ユニュー。いつものように日本の若者。どんだけ分かってくれてんだよ、お前は。異世界もの、ブームですね。まだまだブームですね。今期でもクソいっぱいある。はあ、ゆうこ、面皮ゼロかよこいつ、いらんな。もう同じようなものばっかりやんかよ。あんたよう分かってんじゃん。何、え、もうここに落ちたものを使おうっていう手にするか。あ、なんか違うぞこいつ。お、殺されそう。流合意スペックやば、これはチートだ、これチート。俺つえ来た。ギアブランドってなんだよ。素晴らしいですね。あたし素晴らしいです。果たしてや、おっぱいに入れるんかよ、チョークを。それ見逃したらあかんよ。女神が自分のおっぱいにチョークを入れること。流魚院セイガ、コルノだ、来た、強すぎる野郎、俺つえってやつ。やった。うわー、やっぱこれはこれは興奮してますね、リスタルテ。
召喚しました。いいですか、リュウグウイン聖夜。リュウグウイン聖夜って名前がやばいな。リュウグウイン勇者なのです。私に見とれているようね。まあ私は女神、はっきり言っていい女。はっきり言った、お前は神妙なものにいきなりそんなこと言われてもな。神妙かい。いけない、威厳、女神の威厳、威厳を保つのよ。得体の知れないものではありません。こんにちは。私は女神、勇者であるあなたを召喚した天上の女神なのです。全然気にしてねえじゃん。お前がそのなんとかという世界を救えばいいだろう。ほう、ルールがあるの。言っとる言っとる。人間が人間の手によって反映するよう無数の地上世界を作ったのです。はいはいはい。人間の世界を救うのは人間たち自身でないとダメなのです。なるほどね。拒否権はないのか。そんなものはありません。自由裁量権は。自由裁量権、ルール改正のための選挙権。大体言ってるんだよバカ野郎。無視のいい話だ。無視のいい話やな。めんどくさいな。大抵の日本人がテンション上げるこれよ。ねえ、まずはステータスと叫んでみて。なぜだ。あて、あなたはあまりゲームとかしないのかしら。とにかくステータスと叫べばあなたの能力が発揮されたものが出てくるのよ。ほら、行ってみて。こいつゴブストライカー。プロパティって出た。ステータスって言ったよね。てかプロパティって何？プロパティ。なんだ。確かに俺しか知り得ない情報が書かれている。おお、少しは信憑性を帯びてきた。なるほどね。なんでステータスじゃなくてプロパティって言うんだよ。ステータスって言ってみて。プロパティってもっとなんか。ステータス。あ、出た。同じやつじゃん。わかる？これって普通の勇者の何倍もの能力なのよ。あなたは1億人に1人の逸材。ゲアブランデの魔王を倒せるのはリュウグウイン聖夜。あなただけなの。あなただけなの。その世界で死んだら俺はどうなる。死にますね。安心して、もうゲアブランデには行けないけど、元いた世界に戻るだけよ。あ、じゃあ死にましょうや。随分と疑り深い。ライブしてるぞ。現地に行かないと実感が湧かないタイプかしら。だったら、せいや、説明は後でゆっくりするわ。開け、異界の門。開けゴマ。あなたの手ですか。行かねえかよ。行かねえかよ。ここで大抵の日本人は行くって言うじゃないですか。世界などに行けるか。でもでもでも、あなたのステータスはかなり高いのよ。高いのよ。隣でサポートするわ。だから安心して。私はアクアより使えるぞ。失礼な。私は女神よ。決して死なないし、あなたが怪我したら治癒魔法で回復させてあげられるのよ。所詮裏方。対して世界を救う役には立たないではないか。だろうな。女神に対して何たる態度。殴ってやりたいわ。あっちゃ。これは壁ドンっていうやつですね。あら。何？え？まさか私は。何を興奮してんだよお前は。めちゃやば。めっちゃ体やばいんだけど。ありえないくらい慎重。慎重勇者。俺強え。バレラパタ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 キャビドンシックスパックパパ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 腹筋ふふふ 6LDK 回さてはですね、行くんだろ、行くんだろ異世界。一応これはあれでしょ、我々の
大好きなこのスバのストーリーには極めて近いんだけど、それをさらにバカにしたバージョンだよね。違う方向に。面白いね。タイトルはちょっとやばい。俺強えくせに慎重すぎるみたいな。どうなる？ずっとトレーニングしてる。うちの近くの空き家で。普通だったらすぐにでも異世界を見たがるもんでしょ。リスター、あなたが攻略するのは何度 S の世界ゲアブランで、そのくらい慎重な方がいいかもしれない。そうかもしれないね。時間の無駄よ。現地に行ってモンスターと戦った方がレベルだって早く上がるのね。早くはそうかもしれないんだけど、そんなに慌てなくてもっと慎重にやるよ。この統一深海は地上より時間の流れがとても緩やかなんだし。私はもっと普通の冒険がしたいんだけどな。どんな冒険がいいんかい。あなたはサポートしてあげなくちゃ。彼がトレーニングしているならその面倒を見るべきよ。だってさ、あの殺風景の部屋、トイレやシャワールーム、ベッドなんか置いてあげた。何このゴールド、全然できてないじゃん。サポート力低。彼、神様っぽい上からの態度が気に入らないのかも。もっと友達みたいに接してあげれば。おお。ありがとう、アリア。アリア。大先輩。大先輩。この人ベテラン神か？あ、来た。6LDK 界。あ、6パック。お腹空いてるでしょ。それはせいやって日本人でしょ。だからおにぎり、こっちには梅干し、こっちには鮭が入っててね。得体の知れないものが作った得体の知れないものか。え、食べへんかよ。きついにも程があるし。お前が先に食え。おお、毒が入っているかもしれんからな。慎重やんけお前。やばいな。速攻性の毒は入ってる。速攻性がないね。だいたい言っとくけどね、腕立てとか腹筋とかじゃ大して能力なんか上がんないんだからね。食事は1日3回扉の前に置いておくわ。準備ができたらこのブザーで知らせて、はい、ブザーを出すまで私は金輪際この部屋に立ち寄らないからね。この変なまだ不満あんのプラモのブザー、爆弾入ってるわけねえだろ。するわけねえじゃん。で値を上げるに決まって。ならない、ならないな、ならないな。壊れてる？それともまさか。まだ行く気ないんか。でもおにぎりは食べてるみたいだし、もうちょっとだけ様子を見るか。一週間とか。全然行く気ねえじゃんこいつ。あ、動いてる動いてる。なりましたか。やば。シックスパック。シャクシャー。ノックをしろと。で、どうなの？修行の成果は？ステータス変わったんかい。15まで上がったんかい。すげえ。やば。マジかよ。いくら時間の経つのが遅くても限度があるわ。マジかよ。行きましょう。ゲアブランデに。そうだな。行くんかい。レディーパーフェクトリー。準備は完成。レディーパーフェクトリーか。何それ決め台詞？かっこつけちゃって。若くていいわよそんなの。はい、行くよ。行くわよ。はい、来ました。イシュタル。あのエドナの町で。イシュタルかよ。あれでしょ？娼婦の女神だろ？断末に出る。まあ一応本当の女神は分かってるよ。分かってるよ。分かってます。旅の人かい。旅の人っていうか召喚されたんだけど。そんな露出狂みたいな格好でよく普通に挨拶できるもの。露出狂。ちゃんと普通の服に見えるようにしてあるの。女神。
そう。にわかには信じられんが、さっきのやつがおかしいのでは。実はモンスターだったりとか。慎重やな、お前。見かけはそうだが、ひょっとしたら化けてる。あ、でもここはレベル5やで。レベル S か。これぐらい身長が妥当かもしれない。鼻やばいな。かっこいいね。4年かよ。ユンカ。けど？これ全部実は多くの町でしたとか。罠だよ。やべえやつがいる。鋼か。なんで3ついるんかい。身長だから。いらねえわ。聞いたことねえな。病的。まあこれで服は揃ったか。もう勇者様。煙幕を30、薬草は50、あと毒気草も同じ数くれ。まあこれはめっちゃいるやつやな。まあいるかもね。どんな凶悪なモンスターがいるやもしれん。準備は当然だろう。オッケー。こう見えても私ベテランナビゲーターなのよ。ちゃんと始まりに適した町からスタートさせているわ。この周辺は弱いモンスターばかりよ。どうだかな。まずお前がベテランだという情報が怪しい。怪しいことは合ってる。そうだよ。お、平気だよ。私でも一人で隣町まで歩いて行けるんだよ。信じたらダメよ、こんな変な。スライムしかいないもん。これは嘘だよ。こんな幼い子でも大丈夫なのよ。やばいやばいやばい、信じたらあかんよ。無理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 無娘が優しいことしてるよ。別に何も。あ、ちょっと今のやばくね。もらったのわざわざ危険に飛び込む必要ないって。お前冒険。見て、あれがモンスターよ。ほう、奇怪な生物だな。遺伝子操作が何だか。魔物だよ、スライム。こいつレムルだろ。ミムルテンペストとかやばいやつやろ。撃してくるけど、大人ならコンボで倒せるくらい弱いモンスターよって。おお、必殺使うの。これはこれまだかよ。おいおいおい、ファイアボルトか。お前ユニオンかよ。なんでやねん。もう一回かよ。周りのやつの方が危ねえ。お前どんだけやるんかい。絶対経験値もらえへんよ。ていうか女神がやばい。いやもう止めなさいや。ファック。よし。スライム一匹にどんだけ。最
初のアトミックなんとかでこんなことだったわよ。Oh my god。限度があるでしょ。せいや、あなたも能力投資のスキルを持ってるわよね。スライムのステータスは見なかったの？一応見た。それで？攻撃力も防御力も一桁だったの。だったらここまでしなくていい。一桁かよ。目に見える情報だけが全てとは限るまい。いや、もっと自分のスキルを信じようよ。とにかく、これでちょっとは自信がついたでしょ。どうやろ。あなたはものすごく強いのよ。だからさっさと次の町に向かいましょ。な、何？凄まじい剣技だったわ。やばい女が来た。そうね。きっとそうなのね。What？ はじめまして、女神様と勇者様。来た来た来た。魔王軍直属四天王が。超いやらしい可愛い女の子。天皇ってやるんか。我らが魔王様はね、勇者召喚の兆しを事前に感知していた。ほう。普通、初めに勇者を召喚するなら弱いモンスターの生息地を狙うでしょ。新章で結構だったんだね。村や町に当たりをつけて、ここにたどり着いたってわけよ。なんで物切ってんだよ。だね。セオリーが通じない。うん、筋トレしてきた方が良かったね。でもね。こうして対峙してみてわかったの。あなたってば恐ろしいまでの能力を秘めた勇者なのね。これ逃げるんか。いけないね。いけないんだね。わかったよ。いけないんだね。逃げればいいんだろ。スキャンがやばい。66やで。結構ジョジョっぽいで。トレックの言う通りやわ。逃げた。逃げたんかい。クソ逃げるやん。ここは慎重がいい。慎重が正しい。面白いんか？面白いんですか？女神を置いて逃げるの悪けるわ。顔やば。上々顔。ふぅ。これおもろいわ。これ面白いでしょ。このアニメは結構。結構つぼりますね。これは。強さま？一話で四天王が出るアニメとはね、変なだけ。うん、このアニメは面白いわ。はあ。なんか今日見るやつは全部雰囲気が違うやつのつもりで選んだんだけど、こんな感じね。だから次はバビロンですね。バビロンは結構面白いって聞いた。ひとりしめるよ。皆様ご視聴ありがとうございました。そして次までよろしくお願いしますね。ひっちゃんまあまあまあ、バイバイ。